カリブ海に浮かぶ島プエルトリコの海岸で、地元の漁師たちが困惑するほど巨大なロブスターを捕獲。この生物はとても重く、陸に上げて魚市場まで運ぶには屈強な大男が何人も必要であった。漁師によると、この国で誰も取ったことのないような大きさであり、給料の10年分で売りレストランで提供されたと話しているが、視聴者からは作り物や小道具ではないかとの指摘も見られた。2019年2月、コロンビアの漁師が初めて目にする魚を釣り上げた。偶然糸に絡まって釣れた魚はかなり大きく、まだ未発見の種ではないかと騒ぎになった。ヒレや尾、トゲや体全体も見慣れない形である。目や口の周りには毛のようなものが、外皮には骨のようなものがびっしりついていた。専門家に見せた方が良さそうであるが、この釣り人は水に返してしまった。1年ほど前、ウズベキスタンにある川で実に恐ろしい生物が撮影されていた。非公開地域の漁師たちによると、この川には恐ろしい主が住んでいるという。この水中の怪物に鶏肉を捧げると、代わりに川での漁を許してもらえるとの噂を聞いた撮影者は、にわかには信じがたいため漁師たちに混じり、自分の目で確かめようとこの探検に参加。目的地に到着し、漁師が鶏肉を差し出すと、突然川から不気味な顔が現れた。より近くで見たいと思っていたが、あまりの奇怪な姿に驚き、ひるんでしまう撮影者。この生物は人魚なのか、それともこの川に住み着いた地球外生命体なのかは現在も謎である。釣りをしていたインドの若者がサメを丸飲みにしようとして死んだ魚を発見。泥が乾き始めたため、魚は加えたいものを動かすことも捨てることもできず、途中で動けなくなり亡くなったようである。サメの死骸は串にしっかりと詰まっており、水につけたり引っ張っても抜けなかったため、結局魚を切って切り離すしかなかったという。やはり海にはまだ未知の生物がいるようである。この漁師は布のように細長い極薄の一反木綿のような魚を釣り上げた。顔にはほとんど肉がついておらず、骨だけのように見える。漁師たちも何代も伝わる家訓と数年にわたる漁の経験にもかかわらず、この種を特定することができなかった。ウナギの仲間か、リュウグウノツカイなどの深海魚の一種であろうか。クジラの中からは魚だけでなく、大変貴重なものも見つかることがある。2021年4月、イエメンの漁師たちがマッコウクジラの死骸の中から127キロの龍涎香を発見。めったに見つからないこの物質は、精油や香水などの原料や漢方薬、お守りとしても使われている。龍涎香は餌のダイオウイカなどのくちばしがクジラの腸に残り、この異物を溶かそうと分泌された特殊な油が何年もかけてこってり付着し排泄されたもの。普段は自然にお稼いで生活している漁師たちであったが、この貴重品を150万ドル以上の値段でアラブ首長国の実業家に売却。利益は折半し、一部は地域で困っている人たちのために使われたという。イエメンでは約8万5千円で家を建てて結婚するのに十分な金額であり、これで貧困から脱した一人は家を買ったり結婚を予定している人もいると語っている。この瞬間から我々の人生が一変した。匂いは強烈だったが、大金が手に入ったと彼らも大喜びであった。通常でも見た目が怖いサメであるが、この一つ目のアルビノサメはさらに恐ろしい姿をしている。コルテス海でメキシコの漁師の釣り糸に妊娠中のサメが絡まり、胎児が飛び出しているのを発見。この遺体を確認すると、驚くことに目が一つしかなかった。検査した海洋生物学者は、この種の発見としては
初めて確認されたケースであり、原因は海洋汚染が急速に進んだ影響だと報告している。アフリカでは季節の変わり目に水位が大きく上下し、泥の入れ替えが行われるという。乾季になると泥に生息する魚やハイギョは川床が干上がり、泥が固まった巣穴で何ヶ月も水のない生活をしなければならない。だがハイギョと呼ばれるだけあり、肺呼吸を行うため数年は地上で暮らせるとも言われている。乾季が終わると水が戻り、柔らかくなった泥から魚が這い出てくるので、この時期は漁師たちが素手で巨大な魚やハイギョを捕まえる。浅瀬を張っていることが多いので見つけやすいが、どれもぬりぬるぬるしており、重い魚は手が滑りやすいので捕まえにくいようである。メイン州在住の漁師が巨大なメスのロブスターを捕獲。これまで捕まえた中で一番大きく、全長は男性の腕ほどあり、重さは数キロ以上あったとのこと。お腹には数千個の小さな卵が付着しており、特大ロブスターは大変珍しいため再び海に戻された。 400g のメスは1万個の卵を産むと言われており、このロブスターは3キロ以上あるので7から8万個以上の卵を産んだようである。下から見るとカニで、上から見るとエイのような海の生物といえばカブトガニであろう。カブトガニは見た目も名前もカニの仲間の甲殻類に思えるが、実はクモやサソリに近い節足動物であり、その血液に独特の特徴があることから重宝されている。彼らの血は青く、血液中に酸素を運ぶ銅とヘモシアニンを含むため、いくつかの医療品の重要成分として使用されている。なぜ青いのかというと、実際の血の色は乳白色であるが、酸素に触れて銅が酸化し青くなるとのこと。主に浅瀬の柔らかい砂地や泥に生息しており、日本では古くから瀬戸内海のカブトガニが有名であるが、医療分野で注目される前は硬くて大きい殻が網を破るため漁師たちに嫌われていたそうである。だが現在では生育環境の悪化で数が減少し、絶滅の危機に瀕しており、もし見つけてもちょっかいを出さず素通りするのが良い。英国人のキャンベルさん54歳は2013年に世界最大と言われるアルビノナマズを釣り上げている。スペインバルセロナ近郊のエブロ川で釣りをしていると大変珍しい魚と遭遇。このナマズは体長 2.7m、 重さは227ポンドとそれまでの世界記録を10ポンドも上回った。彼は怪物と繰り広げた1対1の戦いを振り返る。ラスボスと戦っているようなものだよ。車の後ろのロープにつかまり引っ張られるような感じだと語り、力と力のぶつかり合いさ、僕は必死に捕まえ、相手は必死に逃げる。幸い勝ったのは僕だがね。キャッチした時はアドレナリン出まくりで最高の気分だよ、くたびれるがね、と続けた。この魚の捕獲率は5000分の1と言われるほど希少種であるため、彼はこの巨大ナマズを川に戻している。魚釣りは大好きだが、記録にはあまり興味のないキャンベルさんであった。オーストラリアにあるタスマニア島で世界最大の淡水ザリガニを求め撮影隊がやってきた。彼らはタスマニア大ザリガニをカメラに収めようと地元研究者の協力を得て、魚を餌にしたトラップや網を仕掛けてみた。数回の試行錯誤の末、ついにザリガニの幼体のそばに餌を食べる巨大なメスザリガニを発見。体長は61センチ、体重3キロを超えており、ハサミも巨大で、人の指を簡単に切断できるほどなので注意が必要である。タスマニア大ザリガニはこの島特有の生物で60歳まで生き、中型犬ほどの大きさに成長するという。淡水性の無脊椎動物としては世界最大である。現在は密漁や渓流の土砂などの影響で数が減少し、絶滅危惧種に指定され捕獲は禁止されている。
1978年、米海軍の護衛艦スタイン号が太平洋上で特殊作戦を行っていた時、巨大な未知のものに遭遇。突然ソナーシステムが故障し、この影響で船はカリフォルニアに寄港することに。到着後、船はロングビーチ海軍造船所でドックに入り、システムの修復作業に取り掛かると、ソナードームを包むゴム被覆表面の1割ほどに深い切り傷や擦り傷があり、 1.2 メートルの大きな裂け目もできていた。さらに中からはイカの吸盤にあるような大きな鍵爪が見つかったが、通常のものより5倍はあったという。数日かけてメンテナンスした後、任務のため船は再び出航。回収された鍵爪は分析のため専門機関に送られると、未知の巨大イカのものであることが確認され、鍵爪と吸盤でできたと思われる傷から怪物の大きさを推定してみると、なんと全長46メートル以上になることが分かった。現在確認されている最大のイカは全長14メートルのダイオウホオズキイカで、2番目のダイオウイカも13メートルほどであるため、これは想像を絶する大きさである。よってスタイン号を襲ったものはまだ知られていない新種のダイオウイカなのか、長年にわたり議論されていた。ダイオウイカ族には複数種があるとの説もあったが、近年海岸に打ち上げられた死骸を検査した結果、遺伝子的に極めて均一な同一種であることが判明した。ちなみにダイオウイカとは別種のダイオウホオズキイカも本種のみである。このことからスタイン号を襲った巨大な怪物イカは、多くの民間伝承や伝説に登場するクラーケンや深海に潜むリヴァイアさんが実在するのではないかと、世界の未確認動物学者や海洋学者を騒がせている。実際イカを捕食するマッコウクジラの死骸に似たような傷跡が複数確認されており、どうやら巨大イカはクジラとたびたびバトルを繰り広げているのかもしれない。メキシコの海岸で地元の人がバタバタ水浴びをしているようなクジラを発見。よく見ると口の中にはまだ生きている大きな魚がいた。なぜ口の中に入っていたのか疑問であったが、地元の海洋生物学者が確認すると、クジラはこの獲物を追いかけていたところ、たまたま漂着してしまったようである。この後漁師たちの協力でクジラはボートにつながれ、数時間かけて海に引きずり戻された。